はい、用土社営業部でございます。弊社会議室よりお送りしております。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回のご案内は2021年3月新刊のご紹介パート3ということで、5点の新刊をご紹介させていただきます。この動画が書店員の皆様や読者の皆様のお役に立てれば幸いです。それではよろしくお願いします。家庭医療や総合診療を志す医師必読のバイブルと、話題の腸内細菌叢を臨床医向けに要約した解説書のご紹介です。患者中心の医療の方法原著第3版と、すべての臨床医が知っておきたい腸内細菌叢のご案内でした。患者中心の医療の方法原著第3版は、家庭医療や総合診療の名著ペーシェントセンタードメディシン第3版の訳本となります。すべての臨床医が知っておきたい腸内細菌叢は、腸内細菌叢に興味がある臨床医におすすめの辞書のような一冊です。エビデンスとポイントが気軽に学べます。 99% が理解できた解剖学オンライン講義の書籍化第2弾が登場です。ステイズアナトミー臓器編のご紹介でした。気管のステイズアナトミー神経循環器編と同様に、正しく楽しく分かりやすいをモットーとした町田先生の講義がそのまま書籍になっております。ぜひ2点セットで展開をお願いします。生物研究全般で重要度の増す画像取得画像解析でよく出会う悩みに達人が一から答える Q&A 集と、実は今まで出版されていなかったメタボロミクスプロトコール集のご紹介です。
達人に聞くバイオ画像取得と定量解析 Q&A とメタボロミクス実践ガイドのご紹介でした。達人に聞くバイオ画像取得と定量解析 Q&A は、執筆陣が画像解析の初学者を対象とした講習会を開催されており、その講習会の市場再現を目指した紙面構成です。メタボロミクス実践ガイドは、メタボロミクスのプロが実際の運用方法を惜しみなく解説した本邦初のプロトコール集です。はい、というわけで2021年3月新刊のご案内パート3でございました。今回ご案内した書籍は、毎月月初にファックスにてお送りしております用土社ニュースでもご紹介しております。注文書としてもお使いいただけます。ぜひご活用ください。概要欄にも書籍の情報を記載してあります。ご不明な点などございましたら、用土社営業部までご連絡ください。それでは全国の書店員の皆様からのご注文お待ちしております。この本欲しいという読者の方は、お近くの書店へお問い合わせください。以上、用土社営業部でした。よろしければチャンネル登録、高評価の方もお願いします。ありがとうございました。